はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、海外で犯罪の被害に遭われた方の体験談ということで、それに関してね、言及させていただきたいと思います。すでに昨日動画を発信させていただいてね、2名の方から2件ずつということで4件いただきました。今回は、まあ、前回ね、その、ある方からいただいたのを2件発表させていただいて、今度は別の方ということで、これから2件発表させていただきたいと思います。まあ、一つの動画でまとめてきますので、この後の動画で2件目は出してきます。よろしくお願いいたします。まず1件目ということで、この方。まあ、この方は結構よくね、コメントいただける方なんだけど、1回目ということでございます。結構前ですね、これね。1981年って言うと結構前だと思うんですよね。1981年、もう39年 ?8 年、9年経ちますよね。すごいなって。その中でスリランカですよ。38年、9年前のスリランカで、だって、自分が行った時は相当発展途上でしたけど、ものすごい発展途上だったなって感じがします。今実際このチャンネル見てる方で、ね、今スリランカで働いてる方もいますので、日本人の方でね。まあ、ちょっと感慨深いものがありますけど、スリランカで ODA により初めての海外出張ということで、ございます。これ、読まさせていただきます。深夜3時頃、契約していたタクシーにより非合法のカジノからホテルまで戻る途中、スリランカ陸軍の治安部隊の検問に遭うということです。突然の検問でタクシーも緊急停止。トラックから兵士十数人降りて自動小銃やライフルに、囲まれる。理由は深夜、隣町で爆弾が仕掛けられ爆発死因が出たためということで、当時の首都コロンボを警戒中とのこと。当時、シンハジ人とタミール人の、ね、人種対立の宗教対立があり、スリランカ内戦の始まりでした。30分ほど国籍は何をしていたかと尋問願うが、カジノに行っていたとは言えず、日本人友人の家からホテルまで、戻る途中と回答。当時日本人はね、国会議事堂の修復とテレビ局の新築 ODA で在住日本人が100人に増え、200人ほどしかいなく珍しい存在でした。パスポートも所持していなく、警察が下軍隊に拘留されそうになりましたが、たまたま将校が日本人のことを知っていたため解放されました。今のようにインターネットもなく携帯電話もない時代でしたが、現代のように情報がすぐに手に入る時代ではこのような話がなかったでしょう。現地の情報収集が、大切ですね、というふうな話です。ということは何も被害に遭ってないってことですね。なんで、まあ被害に遭ってないんだけど、まあこういう感じの体験をしたということです。まあ1981年って言ったらね、まあ皆さん生まれてない方も結構いらっしゃると思うんだけど、大昔です。その当時でだとしたら相当なね、発展途上感ってもっともっとあったと思う。今でもそうですけどね。その中で非合法のカジノなんてあったんですねっていうね。まあここはあんまり突っ込まない方がいいと思うんですよね。非合法のカジノですからね。カジノなんて結構いろいろ今行きましたけどね。日本なんかにもいわゆる闇カジノみたいなのあります。俺、摘発されてますからね。まあ、そこら辺にはどこどこにあって、どこどこだ。渋谷に昔ね、道玄関だったりしたんだけどね。まあ、そういう話はやめておきましょう。で、その中で、まあ、当時の首都だ、コロンボだね。今、スリジャワルダナ・プラコッテかな。変わりましたよね。コロンボということで、その中で、まあ、スリランカの内戦って皆さん覚えてますかね。結構これ長い間行われたもので、やっぱり爆弾テロっていうのが結構その時流行ってたわけです。それ以降もね、だから一回またそれで平和になったと思ったらまた内戦が始まりっていうね、本当に治安が安定しない時もあったりしたりするし、インドネシア、でなんか地震があった時に津波もね、結構押し寄せたりとかいろいろあったと思うんだけど、その中でまあ携帯電話ないような時代だったり、もう現代の情報がすぐに手に入る時代であればこのようなことはなかったということなんだけどね。まあ実際のところはまあこのところね、拘束されそうになったのは結局拘束逮捕されたということで、まあたまたま運が良かったのもありますよね。今だったらまあ ODA の援助、まあ数多くしてますよね。その中の日本人は特別、日本政府は特別にやっぱりね、いろいろ援助してるのもあって日本人は特別されてます。だから日本人というだけでまあ解放されるってことはあるんだけどね、その中でまあこのような形でということであります。なので皆さん、まあ何かのかしらね、検問とかあったりすると思うんだけど、まあ冷静に回答すればいいと思います。ただ例えばあんまり良くないことをしている場合、これまあ闇、いわゆるその違法非合法のカジノですね。だからそういうことは言っちゃダメですよね。だから
そういったところは黙っているというのが重要かなって感じがします。自分自身もね、やっぱ警察官っていうのはね、結構ね、このチャンネル見てる方も警察官の結構何人かいらっしゃるんですよね。だからあんま警察官の方悪くは言えないんだけど、国内でもね、たまに、今あんまり最近言われないんだけど、結構警察官で話しかけられますね。職務質問、スーツ着て、サングラスしていると、なんかすいませんっつって、これからどちらの事務所に行かれるんでしょうかとかね、言われたりとかね、そうね、で、いや、大丈夫です、大丈夫です、決して怪しいものじゃないですからっつってね、一応身分証明見せて、なんとか信用してもらって大丈夫だったんですけど、もしくは車とかね、昔ちょっと改造してたんで、車を。だからその車を止められたりとか、山口組の何々のあれがここら辺に浸水しててとか、そういう関係者じゃないでしょうねとかね、いろいろとかあったりとかね。あとは例えば靖国神社行く時とかね、ちょっと日の丸をいわゆる車を後ろつけてたりすると、第3機動隊第7機動隊とか警視庁のね、そういった人々に止められて話しかけられたりとか、もしくは、靖国神社の駐車場なんかもそうですよね。公安関係者もそうだったりしますよね。そういった形で、よく職務質問を求められます。さらには海外行くとね、自分もよく職務質問って結構あったりするんですよね。そういったところで、別に何も悪いことしないんでね、パスポートって結構持ってた方がよくて、パスポートはね、皆さん持ってた方がいいです。原本じゃなくてもカラーで、写真をね、の部分だけ撮ってれば結構いいです。もしくは、原本が必要ってところもあるんです。たまにね、ごくたまに。そこらはしっかり確認してほしいんですけど、基本的には、カラーコピーの、いわゆるパスポートの写真の部分だけでいいので、そういったところ結構重要なので、何かこういうふうにね、この時、たまたまパスポート持ってなかったって言ったんであれですけど、パスポートのコピーを、カラーでね、持っていくべきかなって感じはします。ということで、今回ね、貴重なね、ご意見、かなり昔ですけど、39年前ということでね、すごいなと思いますけど、発表させていただきました。皆さんも何かね、犯罪被害の、体験でありましたら、いただければと思います。